バスタブに浸かる翔くんの切なげな表情、ジンくんのため息、そしてキシくんの涙。これらの要素が組み合わさり、ドラマ仕立ての MV が完成されています。ナンバーアンダーラインアイは、日本の音楽シーンに新風を巻き起こしているグループです。彼らの最新の MV である、ブローユアーカバーは、視聴者を魅了し、感動させるストーリーテリングと表現力に溢れています。 この MV は、3人のメンバー、翔くん、真くん、がんくんの素晴らしい演技と、切なくも美しい世界観で注目を集めています。バスタブに浸かる翔くんの切なげな表情、ジンくんのため息、そしてキシくんの涙。これらの要素が組み合わさり、ドラマ仕立ての MV が完成されています。視聴者は、彼らの感情に引き込まれ、 画面の中で一体化されていきます。彼らの表現力は、ただ単に歌やダンスだけでなく、お芝居の魅力にも突出しています。ナンバーアンダーライン愛が放つ新しい MV には、もう一味違った魅力が詰まっていました。これまでの彼らとは異なる雰囲気が、新たなる扉を開けるような感覚を呼び起こします。その MV の中には、 彼らの音楽的才能だけでなく、演技力や表現力も存分に発揮されています。まず、その MV における彼らの表現力に驚かされました。ドラマチックな演技や繊細な表情、それぞれのメンバーが持つ独自の魅力が画面から溢れ出ています。翔くんの切なげな表情や、ジくんのため息、キシくんの涙が、視聴者の心に深く刻まれます。 それぞれの感情が見事に伝わってきます。彼らが歌い踊るだけでなく演技する姿にも引きつけられました。また MV の世界観も非常に斬新で美しいものでした。これまで見たことのないような雰囲気が新鮮な刺激を与えてくれます。彼らのダンスが空気のように一体化し視聴者を引き込んでいきます。音楽と映像の組み合わせが 切ない雰囲気をより一層深めます。その世界観に浸ることで彼らの曲の持つ意味がさらに広がります。さらに彼らの衣装も目を引きます。黒を基調とした衣装は彼らの大人の魅力を引き立てます。騎士君のシャツの胸元の空き具合がラテン系の情熱を思わせるものでその姿に見惚れてしまいます。彼らが着用する衣装は 彼らの個性をより一層際立たせ、ファンを魅了します。この MV を見終わった後、私の心には不思議な余韻が残りました。彼らの音楽やパフォーマンス、そして演技が私の心を深く揺さぶりました。彼らの成長する姿に目を奪われる中、彼らが将来的にはスーパースターになることは間違いありません。彼らの才能と魅力は、 まさに次の大物グループの誕生を予感させます。最後に、この MV を見ているときに、彼らの表現力や魅力に引き込まれた方々がいらっしゃることを思うと、彼らの存在がますます大きくなることを感じます。彼らのファンになりたいと思う気持ち、それは彼らの魅力が持つ力の一端に過ぎません。No.1 I は今後ますます多くの人々を魅了し、 ファンを増やしていくことでしょう。この MV を見た後、彼らの音楽やパフォーマンスに対する期待がますます高まりました。彼らの今後の活躍に目が離せません。どんな新たな世界観を見せてくれるのか、今から楽しみでなりません。この MV は、3人のメンバーの魅力を最大限に引き出すだけでなく、彼らの進化をも表現しています。彼らの前作、 ゴートではエネルギッシュなパフォーマンスが印象的でしたが、ブローユアーカバーでは感情豊かなボーカルが魅力的に映し出されています。彼らの多様な才能がファンを魅了し続けています。この MV には3人のメンバーそれぞれの個性が反映されています。翔くんのセクシーな演技、真くんの儚げな表情、ガンくんの情熱的な魅力、 それぞれの魅力が融合し、視聴者を魅了します。彼らの演技力や表現力は、今後の彼らの活躍に期待を高めています。また、この MV は、視聴者に深い感情を呼び起こします。切なさや美しさが溢れる映像は、視聴者の心を打ち、余韻を残します。3人のメンバーが演じるストーリーに共感し、感動する人が続出しています。 ナンバーアンダーラインアイのブローユアーカバーは彼らの成長と多彩さを示す素晴らしい作品です。彼らの表現力や演技力は今後も注目を集めることでしょう。彼らの活躍にますます期待が高まります。このような魅力的な MV を通じてナンバーアンダーラインアイはファンの心をつかみ新たな扉を開いています。彼らの今後の活躍に ますます期待が高まります。どんな新たな世界が彼らを待っているのか楽しみにしています。そして最後に視聴者に向けて問いかけます。この MV を通じてあなたは何を感じましたか ?3 人のメンバーの表現力にどんな印象を受けましたか彼らの今後の活躍にどんな期待を抱きますかぜひ、是非 あなたの意見や感想を共有してください。